イデー、ジョバニー。今回は今すぐ効果が出るリスニングの魔法3ステップを解説していきます。皆さん魔法と聞いて、いやいやそんな魔法みたいに簡単にリスニングができるようにならないよ、そう思ったかもしれません。でも勘違いしないでください。今日紹介する方法を知ったからといってネイティブの英語を完全に聞き取れるようになるわけではないです。しかしこれを知っているだけで圧倒的にネイティブの英語が聞き取りやすくなるという方法があるんです。もちろん知っているかどうかだけでも大きく違うんですが、それを練習して性能を高めることによってネイティブの高速な英語も聞き取れるようになります。ハリーポッターでも魔法を知ってから杖の振り方とか練習しますよね。それと同じ感覚です。でもこのようなスキルは一度身につけるとずっと使えるので効果は絶大です。私自身もこの方法で TOEIC のリスニングセクションで満点近くを出していますし、初心者だった生徒さんでも今まで聞こえなかった英検のリスニングができるようになった、海外ドラマで聞こえるセリフが一気に増えた、リスニングだけじゃなくて発音もネイティブに近づくことができた、このような声をいただいています。もしこの動画を見ているあなたが今すぐ効果が出るリスニングの魔法が知りたい、ネイティブの高速英語が聞き取れるようになりたい、そう思っているのであれば、今回もかなり貴重な話をすることになります。ぜひ最後まで見ていってください。また今回紹介する方法以外にも初心者からの大人の英語のやり直し学習法を配信しているので、そういった動画を見逃したくない人はぜひチャンネル登録をしておいてください。それでは本編いきましょう。 Let's get started。 今すぐ効果が出るリスニングの魔法ステップ1、連結。連結というのは単語同士がつながって発音される音のことです。単語同士がつながるってどういうことって思いますよね。ではそれを説明するために、これから皆さんにある動画の一場面をお見せするので、英語で何と言ってるのか聞き取ってみてください。ではいきます。 3, 2, 1。 We all have questions that keep us up at night. Here are two of mine. The first is, what makes us human?いかがでしたでしょうか。最初のセリフだけもう一度書けるので集中して聞いてみてください。 3, 2, 1。 We all have questions that keep us up at night。 これ答えは We all have questions that keep us up at night。 私たちは皆夜眠れなくなるような疑問を持っています、というふうに言っています。 We all have questions、 ここは聞き取れるんじゃないかなと思います。次の That keep us up at night、 ここ聞き取れなかったのではないでしょうか。これは連結を知れば聞き取れるようになります。もう一度言うと、連結とは単語同士がつながって発音されることです。 keep us は keep us ではなく、 keep の p と us の a がつながって keep us という風になるんです。では練習してみましょう。 keep us、 keep us、keep us。 はい、次の up at、 これも up at ではなく up の p と at の a がつながって up at という風になります。では練習してみましょう。 up at、 up at、 up at。 ではつなげて練習してみましょう。 keep us で keep us ですね。で up at で up at ですね。で最後に night をつなげてみます。 keep us up at nightKeep us up at night. Keep us up at night. もし早くて言えないよという方は、再生速度を 0.5 や 0.75 にして何度も繰り返し練習してみてください。練習すれば必ずできるようになります。では言えるようになった方は、もう一度先ほどのシーンを見てみましょう。 We all have questions that keep us up at night.どうですか？かなりクリアに聞き取れるようになったのではないでしょうか。この一文だけで2箇所も連結が起きているので、これ普段の会話でどれだけ連結されてるんだろうっていうふうに思いますよね。この連結を知らないままだったら、そりゃネイティブの会話が聞き取れないのは当然ですよね。このようにあと2つリスニングの魔法を伝授していきます。今すぐ効果が出るリスニングの魔法ステップ2、ラ行化。ラ行化というのは T や D、T、D、この音がラ行のように聞こえる現象のことです。え、どういうことって思いますよね。百聞は一見にしかずです。また皆さんに動画のワンシーンお見せするので、何と言ってるのか聞き取ってみてください。今回は一瞬なので集中して聞いてみてください。では行きます。3, 2, 1. But I think there's a fix. どうでしたか？もう一回流しますね。3, 2, 1. But I think there's a fix.いかがでしたか？今回は聞き取れた方も中にはいるのではないでしょうか。答えは But I think there's a fix と言ってます。しかし私には解決策はあると思います、という意味です。皆さんも But
ッドアイ。これをバッドアイっていう風に言わないのはわかりますよね。連結が起きてバッドアイという風になると思いがちなんですが、ここで T のラ行化が起きます。つまり T の音がラリルレード、この音に変わるということです。そのためバッドアイではなくバライバライ、こういう風にバライっていう風に聞こえるんです。では練習してみましょう。 But I think But I think But I thinkではもう一度先ほどのシーンを流すので聞いてみてください。 3,2,1 But I think there's a fix. さっき聞き取れた方はよりクリアに、聞き取れなかった方は聞き取れるようになったのではないでしょうか。ここまでをまとめると、単語同士がつながって発音される連結、 T や D の音がラ行になるラ行化、この2つがありました。この2つだけでもかなりリスニング力が上がります。ただし実はですね、次のステップが多くの日本人が間違ってしまっている発音なんです。今すぐ効果が出るリスニングの魔法ステップ3、脱落。脱落というのは、あるべき音が発音されなくなるということです。あるべき音ってどんな音っていうふうに思いますよね。では、例によって動画で確認していきましょう。今回も短いので、あと少し頑張って集中して聞いてみてください。では、いきます。3,2,1 But how do we get there? はい、それではもう一度流しますね。3,2,1 But how do we get there?どうでしたでしょうか?もし分かった方、後でいいねボタンを押して教えてください。答えは、ButHow do we get there? です。でも、どうやってそこへたどり着けるでしょう?という意味です。ステップ3の脱落を学ぶ前に、先ほどのラ行化がここには隠れています。But, how do we? ここの do がるに聞こえると思います。How do we? How do we? ですね。もう一度言うと、ラ行化っていうのは T や D の音がラ行に変わるということです。なので、D の do ですね。これがラ行になって、る。このように聞こえるということです。そして脱落に話を戻すと、この脱落される音というのは語末の T、D、P、K、T、D、P、K、こういう破裂音と呼ばれるものなんですが、こういった破裂音が聞こえなくなるという現象です。 Get there、 ここですね。 Get there ではなくて Get there、 Get っていう風に音が止まるんです。皆さん Get という風にしっかり発音してみてもらえますか。 Get、 このっていう風に T を出す前に一瞬空気の音止まると思います。 Get、 このうって時ですね。 Get、 ここで次の単語にもう発音が移るんですよ。なので Get there っていう感じで破裂音の T が聞こえなくなって次に進む、これが脱落という音になります。では練習してみましょう。 Get there、 Get there、 Get thereどうでしょうか。全部続けて練習してみましょう。 But how do we get there? But how do we get there? But how do we get there? 皆さん気づきましたか。今 But この T、 この T も脱落してますよね。 But how do we get there? この But、 これも脱落になりますね。ではそこも踏まえてもう一度先ほどのシーンを聞いてみてください。これが最後です。いきます。3Two, one. But how do we get there? もう一回いきますね。 Three, two, one. But how do we get there? はい、いかがでしたでしょうか。最初は手も足も出なかった方でも D のラ行化、 T の脱落、しっかり聞こえるようになったのではないでしょうか。今回は一部を切り取りましたが、もちろんこれらの音の変化はいろんな文章で使われます。今は何回も聞いたから聞き取れるようになったけどと思ってしまう方がいるかもしれませんが、この練習を丁寧に繰り返していくと、初めて聞くネイティブの高速な英語でもしっかり聞き取れるようになっていきます。ぜひ普段の英語学習で実践してみてください。最初に言った通り、今回紹介した方法を知っているかどうかだけでもリスニング力の伸びっていうのは全然違います。ただし今回この方法を知った人の中でも、これをしっかり練習する人と練習しない人とでは、これもまたリスニング力の伸びが全然変わってきます。今回は皆さんには動画の中で練習をしてもらう時間を作りましたが、このような練習はぜひ継続して続けてください。リスニングに限らず、いろんな英語学習法を知っているかどうかということももちろん大切です。私もたくさんの勉強法を解説させていただいてます。しかしそれ以上に、その勉強法
方法を丁寧に愚直に実行していく、この行動力をぜひ皆さんには持ってほしいと思っています。ここまでしっかり動画を見てくださった勉強熱心な皆さんならきっとできると信じています。もし行動していく中でわからないことがあればいつでも私に聞いてください。私のできる限りの力で皆さんを応援していきたいと思います。ということで今回は今すぐ効果が出るリスニングの魔法3ステップを紹介しました。ステップ1、連結、単語同士がつながって発音されます。ステップ2、ラ行化、T や D の音はラ行に変換されます。ステップ3、脱落、語末の破裂音は聞こえなくなります。本日は以上になります。今なら有料級英語教材やり直し英会話ロードマップ、日常英会話で品質の基本単語360選、オンライン英会話完全マニュアル、ゼロからやり直し英文法、独り言用英会話フレーズ集の5点をプレゼントしています。さらにその他にも前置詞、基本動詞、助動詞のフレーズ、全イラスト付き、海外ドラマでよく出るフレーズ、図解と例文付きの文法スライドなど、合計スライド数100枚以上の無料特典が欲しい方はぜひ今のうちに下の概要欄から LINE のお友達登録をしておいてください。そしてこの他にもこのチャンネルではゼロからやり直す大人のための英語学習ノウハウをお届けしています。もしあなたが英語学習をやり直している方であればぜひ今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も最後まで見てくださってありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思っていただけた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いいたします。最新動画やおすすめの動画はこちらから続けて見られます。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you later!